わどうした？なんだよ、ずっと触ってどうしたんだよ。どうした？ずっと俺の髪を触って。ねえ、マジで聞くんだけど、なんでずっとこの髪の毛？お前はもう死んでいる。いや、好きだって好きじゃなくて、この髪の毛を切ったきっかけとしては何？きっかけか、まあすごく辛い思いなんだけど、俺帰国する前日本で働いてたんですね。でその日本の会社に入ってから抜け毛が結構多かった。マジ言ってんの？だからその時からこうどんどんよく理由がわからなかった。どんどんハゲてしまった。ハゲてしまった。いや、ハゲてしまったからこの髪の毛を切るしかないよ。飽きないの？いや、しょうがないでしょ。こっちの方がいいからさ、そういつもおっさんみたいに髪の毛が長くて、で一番上のトップの部分がハゲてる。ああいうのは結構なんていうかな、おっさんっぽいから。いやだだからずっとこの髪の毛にした。日本にいる間、日本人の女の子と付き合ったことあります？ねえんだよ、なんで急にそういう質問聞いたの？だって気になってるもん。いや、ねえんだよ。嘘、本当にねえんだ。なんで10年もいたのに。本当にねえんだよ。本当俺付き合ったことない日本の女の子。本当に男なの？本当じゃあ好きになったことある？好きになったことがあるけどね。誰って今覚えてねえよ。だってあれは結構もう2015年。覚えてるじゃん。いや、もう5年経ったからどんなやつか覚えてない。確かに大学の英語科目一緒に取ってる女の子でした。大学の日本の日本人。なんで好きになったの？まあ基本的に俺好きなタイプは、細いタイプ、で日本の女の子は結構細いじゃん。まあ確かに、まあ可愛かったけどね。いや、あなたより可愛くないよ。あなたの方が可愛い。あなたの方が可愛いから。でまあ英語の科目だからなかなか学生が少なかったんですよ。確かに5人しかいなかった。なのでそのクラスで人数が少ないからみんな仲いいですよ。で毎回そのいつも彼女から話しかけられて、基本的に私日本人の友達があんまりいないので、急に日本人の女の子から話しかけられたら嬉しいじゃん。よかったじゃん。だからどんどん好きになった。なんで告白しなかったの？なんでだろう。俺はよくわかんないけど、俺は日本の女の子は好きなんだけどね、その時は。なんか相手が自分が怖い気がする。なんで怖いの？わかんない。だって毎日話してるってじゃん。でも多分俺がいつもこういろいろ話を聞くから、相手がなんかしつこく感じてるから、だからそのあんまり告白するつもりはなかった。全然なかった。ただ好きで、でどんどん距離感があって、そうどんどん距離感を感じて、まあ普通の関係になってしまった。
ただその、うん、そう友達の関係でクラスに入ったらウィスおはようそれだけもうあのいろいろお話をしません、うん、セーフはい、では長くなりましたけど皆さん本日ご清聴どうもありがとうございました。じゃあねー。嘘だよ。Thế còn các bạn thế nào ạ? Mùa dịch này các bạn hãy thử thách nói toàn bộ bằng tiếng Nhật với các bạn cùng phòng của mình nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật và hẹn gặp lại. Ra nè!